応ね、あの顔のマッサージしますか。顔のマッサージね、ここ後筋ってここの筋肉一回ほぐしますね。奥歯でカチカチっとするとモコーってなりますね。3本指ぐらいで筋肉を捉えてマッサージ、これですね、ちょっと痛いですけどね、マッサージしてください。筋肉を捉えてグッと、ちょっと痛いですけどね、この辺りですね。で、この、後筋の上のこの辺りですね、ここもちょっとほぐしていきます。ここね、ここです、上のここの頬骨の上のライン、この辺ですね、ここです。ここの上の方、上のラインもちょっとねほぐしてみて、メイク前とかもすごくいいですよ。ぐーっと押し込む感じ、ぐーっと押し込む。ここちゃんとほぐしておくと、このラインをねほぐしておくと、あのほっぺたのこうこのラインですけど、ここちゃんとほぐしておくと、ここがこう弾力出てくるんですよ。ぐぐぐぐほぐして、しっかりとこう上の方をほぐしておくと痛いですけど、最初は痛いですけどね、この辺り、この辺り、ぐっと押し込む、痛い、ぐっと押し込む。ちょっと痛いですけど、ぐーっと目が覚めるぐらいぐーっと押し込むと、この辺かなりスッキリするんですかね。分かります？ここが取れてくるので、ここはスッとしてくる。でも痛いですよね。はい、OK です。ちょっと顔をね、ほぐします。あとは側頭筋、こめかみの上ですね、ここ筋肉をしっかりと捉えて、痛いですけどね、あ、ダメおじさん、おはようございます。今どこですか、ダメおじさん。おはようございます。頭痛解消にもなりますよ、筋肉。まだあれですね、札幌なんですね。鈴田さん、おはようございます。ここです、ここ、これ側頭筋って言います、側頭筋。ここのこめかみのちょっと後ろ、ここグググと、ちょっと痛いんですけど、この辺ですよ、この辺をグッとほぐしていく、気持ちいいですよね。でその後にね、ちょっと今日紹介したいのが眼輪筋と呼ばれる筋肉で、ちょっと今絵見せますね。あの顔の筋肉ってたくさんあるんですね、見えます？ここにですね、眼輪筋っていう筋肉があって、ここにね後頭筋ってあるんですよ。あ、ごめんなさい、前頭筋、前頭筋って筋肉、こことここをほぐしたいんですよ今日ね。こことここです。なのでこの辺です、目の周りなんですけど、このよく触るとどうです、皆さん、あの骨が当たるの分かる、この辺に骨を感じますよね、この辺、骨の周りちょっとほぐす感じ、こんな感じですよ。でよく触ると全てこう骸骨の骨のような感じで、ここら辺全て感じれると思うんですね。特にここはクマと関係するので、ここちょっとね、あのほぐしながら、あと薄い皮膚もしくは薄い筋肉なので、ちょっと流してあげるような感じ。ここどうです、この辺に骨感じないですか、この辺り。そう、グリグリまではいかなくていいんですよ、グリグリまでいかなくていいので、ちょっとこの辺で、ね、この辺
あのこの骨の際、骨の際をしっかりと流して、ちょっとこう流す、あのなんていうんだろうな、キツネ目になる感じ。クマはね、あの毛細血管の色なので、クマがある方はですね、こう血を流してあげたら取れるんですよ。クマって2種類あって、色素沈着または、毛細血管なんですね。毛細血管、血の巡りの悪さになるので、ここをちゃんとね流してあげる。でも大体の方はあの毛細血管のこの血の巡りの悪さでクマができている方が多い。この辺もですね、この辺も骨の際を感じれると思うんですね。上の方も上、眉毛のちょっと下のあたりかな。人それぞれちょっと個人差はありますけどね。こことかね、これしっかりとやった。あともう一つ、頭痛にも関係するんですけど、あのね、ずっとダメおじさんみたいにあの長時間で、ね、運転する方もね、ぜひこれたまにやってみてほしいんですけど、あの前頭筋って言ってね、前この辺にも筋肉があるんですよ。この辺にハートみたいな筋肉があるあって、そこをちょっとこの辺こうやってほぐした、この際のちょっと上、なんか眉毛のあたりから、これちょっと痛いと思うんですよ。筋肉をちゃんと捉えてぐるぐるちょっとやってみてください。こんな感じ、今ここ触ってるんです、ここ。ここでほぐしてます。そう、捉えたら離さない。そう、捉えたら離さない。ガシアさん、ありがとうございます。美容と頭痛対策。山ちゃんさん、おはようございます。筋肉を捉えてマッサージ。そう、ぜひぜひここ、この辺ですよ、ここ、この辺ちょっと痛いですけどね。で、結構ね、大きい筋肉なんですよ。こんなに大きいんですね。これイメージして。なんで、あの、皮膚マッサージにならないように、ちゃんと筋肉ほぐす感じ。正気さん、おはようございます。ここでした、ここ。筋肉。おはようございます。筋肉捉えてグッとマッサージ。なので、あの、頭痛がある方もですね、あとは結構長時間目を使う方もこれすごくいいと思います。筋肉ちゃんとこの辺捉えてマッサージ。マッキーさん、おはようございます。今ちょっと顔のマッサージやってます。頭の前側の筋肉ですね、前頭筋です。ちなみにこの辺が眼輪筋で、これ前頭筋、眼輪筋と前頭筋ちょっとこの辺かぶるんですね。この辺です。だからすごくこの辺りって、眉毛の辺りってすごく大切なんですね。目の疲れとか頭痛とかにも関係する筋肉なので、2つの筋肉、目からの筋肉と、頭からの筋肉交わるところなので、その付着は結構しっかりと、まあ、ほぐしておくとすっきりしますよ。ここですね、この辺かなりすっきりすると思います。この辺ね、これはここがこうスッとしてくる。行くぞ。OK。これだと自分もそのそうあーへーあーへー、あ、いいね、あーほーあーへーあーほー。